ドット勇者3時のおやつと昼寝付きの冒険。どうもこんにちは、ビクトです。今回なんですけども、広告で流れまくってたこのドット勇者っていうゲーム、さすがに気になったんでちょっとやってみようかなと思います。なんか今の広告はさ、あのめっちゃ踊ってんじゃん、佐藤二朗が。でその前の広告は実はなんか風来の試練とかマリオだっけかな、なんかのゲームをパクった広告作ってたらしくて、なんかめっちゃ炎上してたらしい。まあということでね、早速この問題のアプリドット勇者やっていこうかなと思います。でもなんかこういうさ、ドット系のゲームさ、なんか結構好きなんだよね僕。ってことで、あ、ストーリーとかもちゃんとあるんだね。ふぃー、いきなり萌え声が。なんかちなみにこのドット勇者ってさ、どういうゲームなんだろう、何の情報も知らないんだよね俺。RPG 的な感じなんかな。まあ大体ドットのゲームってさ、基本的に RPG で、なんかすっごいオタク、オタクって言い方違うか。なんかすごい、平和な異世界みたいな。平和な異世界っておかしいな。一体何が現れた？カンタスが現れました。カンタス？君たちは女神の召喚に応じ、加勢しに来たでござ、世界観すごいな、なんか。侍、忍者みたいなやつもいる。あ、で、なんか魔王みたいなのが復活しちゃったっていう、そういうストーリーなんかな。ねえ、これで戦うってこと？え、これいきなり戦闘とか始まるのかな？どうなんだろう？え？あ、最初はムービー、強くね？あの、めちゃくちゃ味方に当たってました。勇者さん。多分、この戦闘にいるやつが勇者なんだと思うけど、味方をすごい切ってました。あ、負けた？なんか俺が適当なこと喋ってる間に、負けた？あ、聖戦なんだこれ。聖戦より約500年後、ルールソン連邦の南、エモ、早いな。はい、ね、痛そう。え？あ、すごい、かわいい。ドットとこの萌えの両刀。萌えって単語、なんか俺さっきからさ、不適切な単語ばっか言ってない？また同じ夢を見た。あ、さっき負けたのはさ、夢？ん？どういうことなんだ？何がそんなにおかしいのかしら。あら、何がそんなにおかしいのか、セクシーなお姉さんもいます。試験官が来た。生徒 A。生徒？学校かなんかなんかな、これ。来ました。私は今回の卒業試験の試験官、うん、はい、ロナよ。指導員ロナ。はい。そばにいるのはあなたたちの先輩、うん、陽光。陽光。今回てかさ、ボイスアンドすごくない？地味に。ねえ。ちゃっかり俺普通に進めたけど、ボイスアンドすごくない？この人が陽光、あの史上最年少の魔導士って人か。陽光ってこれか。なんか浮いてるやつこれ。チームワークが大切よ。はい。互いに協力し合い。うん。制限時間内に試練の森を通過すれば合格。なるほどね。なんかストーリーとかもちゃんとあるんだね、このゲーム。なんかナルトやら鬼滅の刃やら、やっぱ森ってのは試験に適してんだな。皆さんはこれ来たよ。いや、かわいい。グループごとに森の中へ転送されます。着地点はそれぞれ。なんかこんな広告のゲームでキモい場面を見せると思わなかったわ。皆さんはこれからグループごとに森の、あ、なんで俺読んでんだ、さっき読んでくれたのに。うん、最後の試験。俺みたいなドブボイスよりさ、こういう可愛い声で聞いた方がいいよね絶対。まあまあ、とりあえず試験クリアすればいいっていう話でしょ。なんかパーティーみたいの決まってるんだね。なんかモブみたいのもいそうだったけど今の。ってことでここから始まると、聖戦にどうやってつながるんだろうね。あ、めっちゃ森。あ、3人森のね、ショッターっぽい。あなた、森の出口に向かうには俺たちがどこにいるのか知らないとな。うん。で、この子は、あ、かわいい。うん、看板があります。でも、でも、でも、あ、ゴブリン。これ広告で見たな俺、こいつの見た目。てかなんか普通に今んとこめっちゃいいゲームそうだけどな。私に任せなさい。私に任せな。ヒロインかなこいつは。ジェリカ。さあ早速戦闘シーンかな。これはチュートリアル的な感じかな、きっと。いや、魔法使いかと思ったら弓。あ、魔法使いいるもんね。あ、いや、いたいたいた。ゴブリンを懲らしめる。何この急に広告みたいな選択肢。ねえ、これ押したらさ、インストール画面に飛ぶんでしょ。ゴブリンを懲らしめる。あ、ここで戦闘に入るんだ。あ、スライムもちゃっかりいる。戦闘開始後に勇者はレイジが溜まるわ。攻撃したり攻撃されたりしてもレイジが溜まるわよ。うん、なるほどね。レイジが満タンになったら強力な必殺技を発動できる。見てなさい。あ、そう、なんか俺にも怖すぎなんだねこのヒロインは。はい。で、あ、戦闘は自動なんだね。相性勝ちとかもあるんだね。レイジってどれっていうか。あ、レイジたまらんかったわ。あんだけレイジのこと言っといてたまらないんだ。ポーションと装備を獲得したよ。あー、これで強化できるんだ。最初に強化したい勇者を選んでね。もちろん、ちょっと待って、勇者だから俺のこと強化すると思ったらさ、お前なんだ。ねえ。こいつなかなかいいキャラしてんな、ジェリカ。はい。
あと、あー、かわいい、全体勢。悔しいけどかわいいな。レベルアップをすれば勇者の能力値を全体的に強化できるわよ。5レベルアップ。なるほどね。装備は勇者の追加能力値を強化して勇者をパワーアップさせてくれるわよ。あ、装備とかもあるんだ。一括装備と。さあ、卒業試験の続きを。いや、なんかドットも可愛くていいな、これ。結構なんかさ、俺スーファミとか昔よくやってたからさ、ドット絵好きなんだよな。聖剣伝説とかのあの、グラフィックね。で、挑戦と。あ、で、戦闘が始まりますよと。なんかゴールデンスライムいない？てかさ、レイジはさ、新年のや、あ、これがレイジなんかな、今の。なんか必殺技的な感じ。スライム伝説とかさ、あの、ワンワン方向みたいな自動バトルっていうわけでもないんだな、全体的には。まあ、自分でも戦うことができますよと。必殺技、新年の矢強くね？ねえ。今んとこ全部このさ、こいつ、女。キャラクターの相関図みたいなのもありますね。リリス、執行者の幼馴染の一人。俺いつ執行者になった？ねえ。中二病すぎない？なんか。なんか近所のお姉さんのような存在で、いつも優しい微笑みで受け入れてくれて守ってくれると。お姉さんなんだ。ジェリカは？あ、ジェリカも親友と。なるほどね。で、幼馴染の一人で、ジェリカは今、あ、こっちは妹なんだ。妹、姉。なるほどね。で、傲慢でひねくれや、言葉で伝えることが得意じゃない彼女はいつも行動で気持ちを表している。ツンデレですと。これさ、ちょっと試練はクリアしたいよな、今回。ファイトで戦っていいのかな？来たー。何？イベントだ。助けて。誰？なんかまた誰か襲われてんのかな。モブなんじゃないのこれ。でもあっちって、あっちなんかあんのかな。どうやら成績のために指導員の警告を聞かずに禁止区域に入ってしまったみたいだね。なるほどね。傲慢なやつがいるんだな、きっと。生徒の中にも同じ学園の生徒だ。助けに行こう。やっぱあれだな、主人公は正義感強くいなくちゃな。はい、はい、あーすごいな、ちゃんとみんな、なんかあれだね、助けに行くんだね。誰か一人ぐらいさ、危ないよみたいな言うやつもいないんだな。ね、助けに、強そういきなりちょ、ま、っと、え、その好奇心の代償は高くつくぞ。クソ強そうじゃないこいつ。ねえ、なんかもはやラスボスみたいな見た目をしてるけどな、ワンちゃん。で、戦ってもらうと、行け。ちょっとさ、執行者のさ、あ、びっくりした。強い、クソ強い、今から逃げても間に合わないな。え、ちょっと使いたい。あ、なるほど。執行者様。うん。女神様の力は、はい。何時と共にあります。よし、ニングスピア。急にオーバーパーキー。勝ったんだ。ぶっ壊れてきた。神の執行者が現れたのだと。うん、面白くなってきたな。なんかちゃんと聞いちゃうな。これ俺が喋る隙ないんだけど。フルボイスだと。え、このエンジェルナイトみたいなやつは何なん？クソ強さないやつ来たけど。消えた？これは一体。誰？やっとお会いできました。いや、でかっ。バルキリー。うん。女神様の命により、はい、執行者様を聖帝へと導くために参りました。聖帝。執行者って俺のことだよね。神の執行者。聖帝？おそらく。うん。魔族はもう汝の存在に気づいています。はい。もう一刻の猶予もありません。なんか俺特別な存在なんかな。まずは我と共に聖帝へ向かいましょう。はい。疑問に思っていることは女神様が全て答えてくださるでしょう。女神様もいるんだ。なんか今んとこござる以外みんな女じゃない？ねえ、ござるに会いたいな。え、ご一緒に聖帝へ参りましょう。え、試験は？ねえ、試験官かわいそうだよ、ほったらかしで。誰も来ないなって思ってるよ多分これ今のうち。え、今、すごい場所来ちゃった。来ました。あら、また会えましたね。まあ、なんかこんな見た目だろうとは思ってましたよ僕は。峡谷の女神像のままだ。あ、なんか伝説上の生き物みたいな、そういう感じなんかな。私はこの世界の創造主、はい、創造主。何時の名前を聞かせてください。あ、ここで名前変えられんのかな。あなたの名前は執行者ピクト。ダサ。まあ、ここはじゃあ本名でいくか。執行者田中。いいですね。いや、ありがとうございます。私に残っている力では、はい、うん、全てを説明するまで持たないでしょう。うん。ですから、はい。何時の記憶と、記憶、一部の力を蘇らせます。あれかな、戦った記憶かな、最初のオープニングで見た。はい。ホルダー学園の記者は何事も恐れません。まだです。もう少し時間が欲しい。なんだこれ。え、これ断れる選択肢あるんだ。え、これ断ったらどうなんだろう。ここまで来て。どうかお願いします。はい、あ、すいません。時間がありません。あ、もう強制的に見せられちゃうんだこれ。その瞬間、大きな力が体になだれ込んだのを感じて、夢だと思っていた出来事の数々がはっきりと記憶として蘇った。
なるほどね、これで仲間をいっぱい増やせるんだ。はい、これガチャってことでしょ、これ勇者召喚。そういうことですか。光の召喚では星5勇者と契約できるかもしれませんよ。もちろんタダでできるんですよね、これ最初は1回ぐらいは。私から人、あ、来たー、10枚。なるほどね、10回召喚いきましょう。頼む。なんかイケメンとかさ、け、あららら、ら、呪われし刃、あなた自分の手で決着をつけます。いいっすね、こういうなんか単発というか強そうな、みんなもなんかでかいね。何がとは言わないけど、こういうのもキャラクター見たいじゃん。あ、イケメン。なんか他にも、あ、銀色ハンターとか、まあ、星3とかきっと弱いんだろうな。3体出た俺もしかして。銀色ハンター出すぎじゃない？ちょっと早速戻されたとこ悪いんだけどさ、帰ってきちゃった聖帝無料召喚とかでさ、ちょ、なんかいいやつ出ないですかね。さすがに無料、お前かよ。またで、僕広告で見たんすよね、なんかもらえるやつが。これ確かヒーロー777かなんかで、ね、もらえなかった。きたー、これで星5出します。頼むわ。なんか1枚しかもらえないのか。なんかもっとさ、700、お前かよ。また700連ぐらい出るみたいな言ってなかった？嘘つかれた。まあゲームやることにおいて、まあ一旦ね、そう、制作してくれたことに対する感謝ってことで、1回だけ課金すか。まあプレイ代みたいな感じでちょっと課金しておこうかなってことで、まずは一旦これ10回召喚できるんで、ここでまず1回星5当てます。なんかいいキャラクター出てくんねえかな。星4、いやこれさ、え、次お前出るんだ。この世界にジェリカいっぱいいるんだ。お前またで、すごい、めっちゃ出る。あ、これ強いんだ。すごい、カンフーみたいでいいっすね。で、これかけらがいいわけっすよね、これ。ちょ、使います。いきます。誰これ、え、ちょ、詳細見ようぜ。翡翠の歌姫、俺の予想多分これはでかいです。はい、まあ、ということでちょっとじゃあ冒険サクッと終わらせちゃうか。で、これでまたホルダー、うわまたお前かとか言ったからさ、復讐しに来たんだけどね。え、ちょ、戦おうぜこいつ。ブーメランめっちゃ飛ばしてくるかな。てか、なんかさ、普通にさ、味方強すぎてさ、敵が攻撃してくるのあんま見ないんだけど。え、あ、進んだけど、なんか強そうな魔術、え、いるな。なんか魔法使いみたいのが。なんだこいつ。うん、あ、やばい、バレてる。うん、うわ、すごい、なんかフラグみたいな弱そうこいつ。そんなこと言わなければよかったのに。お、ジェリカ頑張れ、気をつけて。こいつから強い魔素を感じる。他にも仲間がいるはずだ。ほう、魔竜絶対強いやん、こんな魔竜今なんかイントネーションおかしなことになってなった。魔竜みたいな。え、待って、強そうじゃない？大丈夫？勝てるからファイト。おい、行こうぜ。あ、3人なんだ。あれ、さっきまで仲間は。いや、でもこれだったら見れるかもしれない。いや、強い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 。これだったら、田中のさ、ヘビーヒット、初めて見た。なんかすごい強くねすごい、なんか地味じゃない、なんかさ、田中の必殺技。大丈夫、ちょっと早く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 、メガネ早く、ねえ、大丈夫かこれ。え、ねえ、あ、来た。私にお任せを。あれ、またなんか助けてくれる感じこれ。99レベルやねなんでお前がお前がなんで MVP な。あ、まさかの本当に強いパターンだったんだ。今度は誰、バルキリーは来たけど、これ誰ですか。ヨーコ、あ、あ、ヨーコか。やべ、完全に忘れてた助かったよヨーコ先輩、俺たちは無事だ。学園の近くに襲われるなんて、うん、はい、今回の事件の裏には何かがあるようですね。うん、禁止区域の方もそう、今でも強い魔素が残っているようです。一体何が起きてるんですか。一体何が起きているというのですか。多分田中がいるせいですさっきの人の魔法院、はい、どこかで見たような気がします。何かわかりますか。何も、何もとか言ったらさ、怒られない、あの女にね。伝えるか。はい、学園長に報告しておきます。なるほどね、その前に学園までお送りしましょう。学園までお送りしましょう。ほう、先輩ありがとう。気にしないでください。よかった、陽光先輩来てくれたおかげでなんとか試練は終わ、まだ終わってないんだ。あれ、試練は聖帝、なんで聖帝。戦いはこれからますます厳しくなりそうだから。なんかドラゴン飛んでないね。
あいつやばいやつです。陽光先輩仲間に誘ってみよう。え、陽光先輩、あ、すごっ。え、なんかストーリー進めるだけでなんかもらえるんだね、陽光先輩。あなたの目の中に本格的にリリスいらんやん。陽光先輩使えるのめっちゃ強くない？これ何？あ、チャージしないともらえ、なんでコスプレとかしてんのこいつ。猫かわいい。私は学園長に状況を報告してきます。はい先輩ありがとう。やっと帰ってきたんですね。今度はすごい小さき女子も現れましたね、アリスだって。人参化けなんだこいつ、ボスみたいな来たな。かかってこいよアリス。うわ戦闘狂なんだなこのロリみたいな。なんだこの、え、裏切り者がいっぱいいる。なんかねえ、3人かっこ2人裏切ってる。まあ陽光は確実に、あ、てか俺元から入れてなかったのかリリス。まあじゃあこいつ抜かしてもちろん陽光入れるよな。じゃあこいつ買って終わりにしようぜマジで。おいおいボコボコにしてやるぜプレイヤー軍団。やったりな。あ、やっぱ強いな。いいぞ。でもレベル差が結構あるからさすがに勝てるんじゃないかな。ちょ、田中のさ必殺技見せてくんねえかな。頼む、ヘビーピットだっけ。やってくれ、新年のやこれ全員攻撃。狩りの時間、狩りの時間も全員攻撃。お前強すぎね。ねえ、え、え、強っ。ここにいたのか。あれ、あ、なんかストーリー進んだわ。田中ここにいたのか、指導員ロナ。あ、ちょっと終わりました試練。はい、試験を監督して、そっか試験は早めに終わったのか。なるほどね。で何があったのと、これ説明するんじゃないきっと。俺たちもさっぱりだ。なんとか敵の一撃を受け止めましたが、その後気を失ってしまって目が覚めたら禁止区外の、外にいたと。あなたたちも知らないのか。うん、おかしいわね。激しい戦いの形跡があるの。あ、俺たち記憶なくしてんの。え、ロナは執行者の扉を軽く叩いてからその場から離れていった。ねえ、うん、さっきはなんで、なんで、さっきのことはきっと魔族が絡んでいる。それに俺たちを襲った奴は学園の中にいるかもしれない。え、裏切り者がいるってこと？あの森にいた黒い服の人が、うん、学園内の人の可能性があるって。そういうことなんだ。奴らは明らかに執行者を狙ってきた。俺たちが森を出てからまだ少ししか経ってないのに魔族ならそんなに早く動けるとは思えない。察しがいいな田中、ちょっとなんか、あの人もそこにいたってこと？はいはいはい。そんなホルダー、そんなに慌てないで、ただの憶測だから。俺だって学園の人を疑いたくないよ。でも用心するにこうしたことはない。陽光先輩と指導員が言ったように今日は早めに休んで、この頃はなるべく外出しないようにしよう。なるほどな。まあ、ということでストーリーが気になって意外とドット勇者やってしまったんですけどまあこれドット勇者ゲーム性ならまあ広告ゲームとかによくあるあの自動戦闘的な感じなんですけど、まああのキャラクターとかがいっぱいでね、まああのこういう かわいいキャラクターとかイケメンとかね好きな人とかまあいいんじゃないかなっていう。あとストーリーとかもねちょっと気になる感じで、なんかそうだよなんかスライム伝説とかさあんまなかったと思うんだけど、なんかこのドット勇者ちゃんとストーリーみたいのがあるから、まあそういうのもね、まあなんか RPG 的な感じで、まあ、面白いんじゃないかなと思います。ということで皆さん、どの子が一番良かったですか？僕はですね、こいつが一番好きです